ギアレコード2期セカンド最終回が始まるわけですけども、ちょっとその間にね、今日のちょっとした報告といいますか、あ、どうも町大道芸人浜です。はい、今日ねカラーコンタクター厚木くんの動画を1本前、僕たちのリメイクの最終回のリアクションの前に載っけてるんですけれども、ちょっと彼はね電気に非常に強い人間なので、まあ、僕も電気科出身なんですけども、ちょっとねいろいろとこの撮影に関することで、相談しました。でこれ今までここにこうやってつけてたんですけども、ここでいけるんじゃないかということで、今ちょっと、さっき試してみたら意外と声拾ってました。意外とね、意外と拾ってました。で、今後今僕はですね、まずそもそもなんで僕がハートワンルームで同居してることだけで、声を出してリアクションができないのかということをたまに質問いただくんで、ちょっと今日はそれをまず言っておこうと思います。まず僕はですね、まず一人暮らしが17年間ぐらいあって、で、それはあんまり関係なくですけども、昔からどうもね、もう中学高校ぐらいからかな、あんまりおかんと話すことがなくて、嫌いとかじゃないんですよ、なくて、で授業参観とかにも来てほしくないタイプでして、あと、まあ、僕は今大道芸人やってますけども、正直ショーを見に来てほしくもないですし、もう YouTube の動画も見てほしくないという、それぐらいあんま見られてないんですよね。見られたくない、だつまりこれやってることを知られたくないんですよ。多分見てますけど、多分見てるんですけどね、ただ本人が面と向かって見てるぞって言わん限り、まあ、僕も知らぬが仏状態ですから、それで声が出せへんのです、一緒にいる間は。で今もここ書いてる通り、カーテン1枚だけで仕切って、もうイヤホンつけてテレビ見てます。でイヤホンつけてテレビ見てる分にはいいんですが、イヤホンもつけずテレビも消された状態で無音でいられるのが一番かなんのですよ。声が出せません、それこそ。なのでそういった理由で声が出せません。なので一緒にいる間、家にいている間は撮影が不可能で、撮影するときはやっぱイヤホンしてもらわなきゃあかんので、それもちょっとね、まあ申し訳ないという気持ちがありますから、そこで今日ですね、カラーコンタクター厚木くんにいろいろ相談してたところ、ちょっと解決策が見えるんじゃないかなって思うのがあったんですね。それが何かというと、僕のビデオカメラこれさせないんですよ。これで今スマホで撮ってます。で僕はスマホ2台使いなんですけども、もう1台のスマホで撮ってます。もう1台の、通話専用じゃない、通話専用のスマホで撮ってます。だから画質がちょっとめちゃくちゃ悪いんですけれども、これ声入ってるのかな。ほんで、あとはそう、 Android なので熱で止まりよるんですね、長時間撮れない。それを考えると、今日ちょっと彼にいろいろ調べてもらったんですけども、 iPhone6S が僕のビデオカメラよりも画質が2倍いいんですね。でなおかつ、多分2時間超えの映画とかでも止まらんと思いますと。あとカラーコンタクター厚木君が iPhone12 Pro 使ってるんですけども、めちゃめちゃ声拾うんですよ。これでもこいつでも声拾ったんで、やからその iPhone6S と、充電器プラスこれですね、これのちゃんとこういうタイプを買えば、向こうで
1ヶ月半できひんわけですからね、普通には。まあそれ考えるとね、ちょっと前後撮影が難しかったので、あとプラス、こうやって皆さんに相談できるようになる前の話、前ですよ、はちゃんと前後撮ってたんですよ。去年のプリンセスプリンシパルとかも1日で見て前後撮りながら行って、まあ、で今みたいに自己紹介長くしてなかったので、で今自己紹介4分ぐらい撮ってますけども、これなんでかっていうと、これがないと僕は大道芸人であり、パフォーマーがもちろんメインですから、その自己紹介を飛ばすことによって、どう言いたいかな、ちょっとした弊害が出るんですよね。なのであくまでも大道芸人が、本職であるっていうところはアピールせないかんので、最初にそのためにちょっと4分ぐらい使ってます、まあ、そこは申し訳ないんですけどね、うん、なので去年までは、去年かな、うん、まあ今年、うん、まではちゃんと前話撮ってたんですよ。前話撮りながらやって、あこれ全然リアクションないわ、切ろうってとこは切って言ってたんですね。で案の定こんなリアクションない人は初めて見ただとか、つまらんだとかいろいろあったんで、それで僕は前話を載せるのやめるようになったんですよ。だから前話載せるから再生数伸びるかというと難しいかなとは思ってます、うん、果たしてどうなのかね。はい、まあまあまあそんな感じで、とりあえず iPhone6S かな、これちょっとメルカリで、とりあえず買ってみようかなと、まあ、もしくは厚木君に頼んだら予算さえ来たら僕が段取りつけますよとは言ってくれてたんでね、ちょっと考えていこうかなっていうだけのお話です。いるかな。ただね、僕たちのリメイクを見終わって、さっきツイッターにも感想を書いたんですけども、まあ、僕はほんまに人生何しても失敗しかしてこなかったやつなので、まあ会社になってね、ろくな目に遭わんかったですし、でこの本も出版しましたけども大赤字ですし、大道芸人になっても、まあもちろんいいことはありましたけど、いいことはありましたけども、成功したかどうかっつったら成功はしてません。かといって失敗したかつは失敗も別にしてはないんですけども、うまくはいってないと思いますんでね、うん、でこのアニメリアクターもずっと1年半続けてきてもずっと2桁しかさせておいてないですし、何やってもダメなんですよ僕は。ただ何やってもダメやからこそ、まあ逆にね、こうやってずっとやり続けてることで、あこんなゴミクズ野郎がやり続けてるし、僕も私も頑張ろうって思ってもらえたらそれでいいかなと思って、今はほんまに根性だけでアニメリアクションね続けてますんで、まあよかったらね、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ今後ね、うまいこと改善さえできれば、まあ前はね、まあ迷ってますけども、そのほんまに前は必要な